これが三強です。やった。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、つつ まな板蔵をですね、降りてきて今暗部にあるんですけど、目の前が、芝安蔵ですね。こうやって降りてくるとやっぱりこう高いですね。これがあの総地方、2つの耳を持つ山のですね、もう片っぽです。またねこれを登るってんで大変なんですけど、そうすいません、また登るのかってことだね。やっぱ降りてきて損しちゃってる。来たね。はい、いただきます。ドラ焼き、ドラ焼き俺の定番なんだよ昔から。
もうすぐ湧きます。うお、びっくりした。おいしゅうございます。今何時でしたっけ？1時11分です。1時11分、ということで、ここはですね、まな板倉、日内ヶ岳の片っぽの山頂ですね。で、向こうの芝安倉本当の山頂に行って、でまた登ってきたという、山頂を3回登ったという、非常にコスパの悪い登山をやりましたけど、そういうことなんで、降りるには一番いい時間なんで、降りたいと思います。頑張ります。はい、ここまで帰ってきた。山頂を出て1時間14分です。ここは熊沢田代です。ついに降りてきましたね。いやー疲れて言葉が出ねえ。あと 500m、 あと 500m です。おい、分岐に来ました。こっから500、足元はいいんで。はあ、長かったな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。では一言反省会を。タイム3時間46分です。3時間46分。はい。まあ、下りはいいタイムですね。いいですね。はい、ただ課題は上りということで。まあでも。冬地ヶ岳まな板倉、はい、芝安倉、はい、でもう一回またまな板倉、はい、でピストンで帰ってきたと、はい、いうことで、もうほとんど魂が抜けてます。抜けてます。風呂入ってとっとと帰りましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。